どうも、新宿アボイ金京です。以上です。新宿アボイの中年の市長でございますというね、はい、カーテンがね、はい、部屋に ないんですよ。あ、はい、もう今の部屋住んで10年ぐらい、うん、無カーテン、うん、無カーテンで7年ぐらい、7年ぐらい過ごしてて、はいはい、ようやくね、3年ぐらい前から、うん、すだれをかけ始めたんですよ。あ、はいはい、すだれね、すだれ、はい、うん、すだれは紐ね、こう遮るし、うん、はいはい、ちょうどいいなと思ってすだれにしてたのよ、うん、だけど昼間はね、うん、外から見えないんですけど、うん、夜になったら丸見えなんですよ、すだれって。光の具合によって。あ、そっか、逆に外が暗くて中が明るいと隙間から丸見え、もう隙間とか関係なくもう外からもう丸見えなんですよ。あ、そっか、すだれってそうか、うん、なるほどね、すだれがね、うんうんうん、外丸見えだなって思いながら3年ぐらい過ごしててもうさすがになと思って、うん、ブラインドを買いましたね。ああ、はいはい、ようやくね、あの夜外から部屋が丸見えになる心配がなくなりました。ちょっとね、嬉しくてね、うん、無駄に上げ下げとかしてなんか棒くるくる巻いて、あ、なるほどね、開いたり閉じたりやってますようやくなんかこう人並みのね生活が。そうだね、冬場はね、うん、全然まあすだれでもよかったです。正直、まあ、窓なんか開けることもないから、うん、で夏場がね、うん、すごくきつくて、うん、直射日光がやっぱりねすだれの隙間から ね、まあ、ね入ってくるんですよ。きついからね、強制的にね朝6時ぐらいに目を覚ますっていう、ね、うん、状況だったんですけどね。今年の夏はね、なるほど、なんとか快適に過ごせそうだね。まあ、保温効果もね、寒い時は保温効果なんかあるの。ブラインドブラインド多少あるでしょ。カーテンはカーテンはあるだろうけど、すだれ、まあ、すだれよりあるんじゃない、多少は。あ、それってあれ、あ、今あるのか、あの賃貸でもつけれるブラインドって。あのね、カーテンレールに挟めるやつなのよ。へえ、うん、なんかあるんだ。そうそうそう、カーテンレールに取り付けてるから。うん、確かに。いや、今の普通の家どうかわかんないけど、ブラインドってちょっとカーテン1個上って感じするよね。なんかそう、うん、ブラインドついてると、うん、なんていうのかな、なんか おしゃれというかさ、なんか、うん、ちょっと光の調整もできるしね。なるほどね、うん、あ、そうね、木製のやつとかさ、最近のおしゃれなやつはね、はいはい、うん、そう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 。で、私ニトリで買いましたね。あ、はい。で、まあ徒歩圏内、新宿とかさにはあるのよ、ニトリ、うんうん、で、そこで見たらなくて、はい、ニトリのメンバーに入りましてね。お、なるほど。あの、うん、ネットで買ったんです。うん、はいはい、店舗行ったら1390円で買えるんですけど、うん、送料込みで2000円ぐらいになっちゃう。あー、なるほどね、ネットだと結構するなと思って、うん、買ったんですよ、うん、で、取り付けたらいい具合だなと思って、うん、で、1個取り付けたらもう半分同じのを取り付けられるぐらい空いてたから、あ、はい、なんか2000円するの嫌だなと思って、うん、新宿の他に店舗ないかなと思ったら渋谷にもあったの、うん、はいはい、で、渋谷で検索して、うん、そのブラインドの長さ、うん、在庫があるってあるから、うん、買いに行ってさ、はい、よっしゃーと思って、うん、買いに行って家まで持って帰ってよく考えたら、うん、往復400円ぐらいかかってるのなるほどね。だから結局別にネットで買ってもそっかそっか、そうね、自分で、うん、そう買いに行っても値段ほぼ一緒だなと思ってさ、うん、ああ、はい、はい、あ、まあでも確かにだからそれはね、うん、そうそうそう、確かにそうなんだよね。トリックだよね、これ。トリックですね。どっちが値段で見た時のさインパクトがさ、うん、2000円か、うん、うわ、ちょっとなって思うけど、うん、店舗で見たら1390円か、うん、全然店舗行くよと思うけどそのトリックにね結構騙されちゃうさ。ああ、そうあるね。で、無駄にやっぱさ持ち帰る分さ、うん、重いから、重いっつってもそこまでの重さじゃないけど、まあ、でも手間はかかってるからね。手間かかるから、うん、いや、まあ本当に多分その日に帰るっていうぐらいの、うん、だけだったね、店舗行ってよかったな。あ、まあそうだね、すぐ手に入るっていう、ね、手に入るっていうだけで、うん、うん、いや、あるわ。なんか送料がね、そうそう、送料はなんか高いなって思うけど別にね、そんなこともねえなって、うん、だから
私この間のね、まあ、実家とかなんか帰る時に飛行機をね、うん、まあ言ったらなんか安い飛行機をいろいろ探してたのよ、うん、まあ今は別にスマホでやっちゃうからあれだけど、はい、当時パソコンも何もないかったから家にね、はいはい、スマホでもない時代だから、うん、満喫行って少しでも安い飛行機を探したんですよ、はいはい、で、ああとりあえず今日はこれが安いな、あじゃあちょっとまたちょっと明日行こうと思って、うん、また明日行って、うん、結局3時間パックとか6時間パックで入って、うん、あこっちの方が100円安いこっちの方が200円安いって言ってるけど、うん、まずもう3時間パックの時点で、うん、もう1000円ぐらい行ってももう1000円近く払って結果、うん、それで2回3回行くわけだから、うん、納得その値段なんで、うん、だから結局一発目で1時間だけ入ってパッて探して、うん、それで見つけたやつが一番安いなっていうのがハトになって気づいて、でちゃんと計算してみたら、うん、結局まあその安い飛行機は見つかったけど、うん、結果一番最初ポンって見た時のやつとその、うん、まあ3時間パックの方が入れたんだけど、うんうん、結局ね2700円ぐらいプラスになったね、あ余計かかっちゃった、そうそうそう、もう今日は、うん、あのがもう安いの切れるぞ、そう調べるだけ調べようと思ってナイトパックで入ったりとかもしたから朝まで、まで何をやってんだってあそう結果ね、そう今はねそれをもうスマホで家でやれちゃうからいいんだけど、うん、結果高くついてるっていうね、本当にさ本当マジで似たような話なんだけどさ、うん、最近雨多いじゃん、あ、はい、だからさついに俺レインブーツ買ったのよ、おお、はい、なるほど、はい、ちょっとまあね、お手頃の値段だったから、うん、いいなと思ってさ履いたんだけどさ、うん、レインブーツってさ言ったら長靴でしょ、うん、久しぶり履いたらさ底が薄くてさ、で俺アキレス腱に爆弾抱えてっからさそっかそっか、もうもろに衝撃が来てさ、あそう、ね、大ダメージ受けて、うん、異常に足が痛くなっちゃったのよ、うん、これ良くないなと思ってさ、うん、中敷き買って、はい、入れたんだけどさ、うん、それでもあれだなと思って、うん、もう一枚ちょっとかかとだけのをさ、うん、買ったりしてさ、いろいろトッピングしたらさ、うん、トッピングの方がさ、靴より高くなっちゃったさ、もうどうなってんだこれっていうのがさ、マジかよって、いやそう、ね、まあ、なだったらなんかもうちょっといい値段のやつを、うん、しっかりしたね、そこもあってさ、うん、あんま痛くならないやつ買えばよかったなと思っちゃった、うん、そうだね、最初からね、最初から、うん、いやそうそうそう、後からね、分かんないもんね、今日は自炊しようと思って、うん、もうじゃあもうスーパーでおかずだけ買って帰ろうと思ったら、うん、結果そっちの方が高くついて外食した方が安かったんじゃないかみたいなね、惣菜、いろんなお腹空いてるから余計にいろいろ買っちゃってね、もう松屋で食べときゃよかったのにっていうね、そうなんだよな、一瞬得した感はあるんだけどな、そうやね、よくよく考えたら損してんだよなそういうのあるよね、本当にそういうのあるよね、やるよって、いや本当にさ、そんなのは自分でさ続いたからさ、別に送料も別にさいや本当そうなんだよ、ね、行くだけじゃない、多分飲み物とか飲んでるっすなそうそうそう、いやそうなんだよな、これなと思って、長靴もそうだったしさ、レインブーツも、いや、それこそ東洋館の帰りとかさ、うん、まあ東洋館から上野まで歩いた方がちょっと電車賃安いんですよ、でも浅草からの電車でもまあ帰ろうと思ったら帰れるのよ、うん、でもそっちの方が高いから、うん、まあでもちょっとな、ちょっとでも交通費安くしようと、うん、じゃあちょっと歩いていこう、うん、つって歩いてるうちに、あれちょっとそばでも食べようかなお茶していこうかな、結果高くついてるって、もう素直に家帰って家で飯食えば一番安かったのにっていう、なあそれな、ほんとあるよな本当に3時間空いてんな、ちょっと家帰るのはあれだけど漫画喫茶行こうって言ったらさ、うん、そうそうそう、3時間パック大体1000円ね、多くだったら500円するところ、うん、だなんだよ、そう今ね、だからちょっと引っ越しちゃったけど、中野とかいる時はね、うん、そうもうなんだよ、帰って2時間ぐらい家にいる状態、うんうん、なんだけど、でもな、帰るのもなっつって、ああいやでも交通費かかるのしな、行って帰ってきたらまたね、ああまあまあお茶でもしようかとかっつって、ああまあお茶だったら200円だから、ああまあ交通費考えたらまあまあと思うけど、してらんないのよ、結局その、まあ、家帰ってる時間も暇つぶしなんか4時間ぐらい空くわけだから、ああもう4時間もちょっとずっとお茶してらんないから、結局どっか行こうと思って、ああ
なんかお腹空いてきな、ちょっと食べとくかとかね。結果ね、家帰った方が良かったなとかね。あるわ。あるね。あるよ。あるね。そうですね。そんな話です。まあまあ、はい、ありがとうございました。